この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー。15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ一番人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。ぎっくり腰、腰痛に悩んでた方が21キロ激痩せして腰痛も解消。うつ伏せに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。まずは両手を耳の真横についてぐーっと上半身を反らせていきます。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚あれば OK です。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる。これだけでもね、腹筋が十分に伸びてくると思います。この動画は21キロ激痩せした視聴者さんが一番頑張ったこの腹筋の動画を、リメイクしてさらに効果あるようにパワーアップしました。ぜひ最後までね、一緒に頑張りましょう。メジャー使ってウエスト計測すると1回で変化が分かるようになってます。 OK。 そしたら次は、膝ついたままプランクです。肘と膝ついたままお腹を持ち上げます。わざと猫背を作って目線はおへそを覗き込むイメージです。腹筋使う感覚ありますか？どうしてもきつい方は肘をちょっと手前に引くとだいぶ負荷が減ります。逆に頑張れる方は肘を前に出しましょう。わざと猫背を作って目はちゃんとおへそ覗き込むとね、腰が丸まって腹筋に効いてきます。腰が痛い方絶対無理しないでください。きつい方はね、各種目の最後の10秒サボりながらでいいので、最後までね一緒に頑張りましょう。呼吸を止めないで頑張って、よっしゃ。 OK。 そしたら上半身ベチャッと寝かせていただいて、そのままかかとをお尻につけるイメージでパタパタ動かしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。かかとがね、お尻につかなくても OK です。なるべくかかとをお尻に近づけるイメージです。でただパタパタ動かすだけではなくて、この裏ももとお尻の境目あたり、ここの筋肉を意識して使うと良いと思います。こうやって空いてる手で裏ももお尻の境目、手を当てて、あ、この筋肉使ってるな、動いてるなって感覚があれば最高です。呼吸はね、止めないようにしましょう。ゆっくりでいいですよ。スピード目的じゃないですからね。ゆっくりかかとをお尻になるべく近づける。 OK。 そしたら次、上半身べちゃっと寝かせたまま、左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びてくれば OK です。どうでしょう、伸びますか？左のお腹の前面をストレッチかけてます。この指先を向こうに向かってぐーっと伸ばすんですが、誰かにね、つま先引っ張られてるイメージで、つま先遠くに離すと左のお腹伸びる感覚あると思います。ここ上半身はしっかり寝かせておいた方がいいので、肘はね床につけてべちゃっと上半身寝かせておきましょう。腰が痛い方絶対無理しないでください。呼吸は止めないようにしましょう。OK。 そしたら上半身べちゃっと寝かしたまま、次右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチかけてます。つま先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばすと右のお腹の前面伸びてきます。ふー、呼吸を止めないようにしましょう。腰が痛い方絶対無理しないでくださいね。でおすすめはね、きついよって感じた方はおすすめは各種目の最後の10秒サボる、もしくはね YouTube 再生速度を変えれますので、再生速度を早めたり遅めたり自分のペースでねやってみていいと思います。でこの次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。 OK。 じゃあスマホ持って上向きになりましょう。そしたら次は、膝曲げた状態から片足ずつお腹に近づけるイメージで上げていきます。前ももをなるべくお腹に近づける。しっかりお腹に近づける。スマホは手に持ったままでいいですからね。ふう、頑張って。ふう、しっかり前ももお腹に近づけて。スピード勝負じゃないです。ゆっくり、普段上げない範囲までギュッと上げることが目的です。ふう、頑張って。きつい。しっかり上げきる。痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。ふう、よし、 OK。 そしたら次、みんな大好きな自転車こぎやってきます。なるべく高い位置で大きく円を描きましょう。スピード勝負じゃないです。なるべく高い位置で大きな円を描きましょう。普段動かさない範囲で動かしましょう。頑張って頑張って、ゆっくりでいいですよ。大きく大きく、
で、枕ある方はね、枕入れると、だいぶ首とか肩の負担が減るので、枕入れてやっても OK です。ふぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。ふぅ、きつい。頑張れ頑張れ。きつかったら最後の10秒サボっていいですからね。頑張れる人は頑張って、腰が痛かったら空いてる手をお尻の下に入れると、だいぶ負担が減ると思います。頑張れ頑張れ頑張れ。きつい。はぁ。あー、しょっきょく頑張った。ふぅ、そしたら、一回足を下ろして、膝90度ぐらいに曲げたままですね、開く、閉じ切る、開く、閉じ切る。呼吸が止められるでしょう。ふう、しっかり開き切って、閉じ切る。限界まで開き切る、閉じ切る。スピード全く重要じゃないですからね。普段動かさない範囲までしっかり開いて、内もも使って閉じ切る。頑張って。結局ね、この股関節周り硬いとお腹痩せすごい時間かかるので、しっかりね、股関節も動かしていきましょう。ラスト1回開いて、内もも使って閉じ切る。 OK。 そしたら次、膝曲げたままでいいので、足をね、上げる。前ももお腹に近づけるイメージで上げる。頑張って。お腹特にね、下っ腹使う感覚があれば OK です。呼吸を止められるしましょう。頑張って頑張って。ふぅ、下っ腹、お腹、使う感覚ありますか？スピード勝負じゃないですよ。どうしても腰が痛い方は、手をね、お尻の下に入れたりとか、一回一回足を下ろして、上げる。足を下ろして、上げる。これでも OK です。スピード全く重要じゃないですからね。サボりながら、再生速度もね、調整しながら頑張りましょう。OK。そしたら次はですね、右足だけ大きく回していきます。ご自身から見て反時計回りですね。自分から見て時計回りと反対に大きく、普段動かさない範囲で回していきましょう。普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、スピード全く重要じゃないです。逆に股関節回してゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回していいんですが、痛みがある方ゆっくり小さく痛みない範囲で回してあげると良いと思います。呼吸は止めないようにして、大きくですよ、大きく。呼吸を止めないで。頑張って頑張って。プラスで一回回しましょう。大きく回す。OK。そしたら次、反対の左足一緒にやっていきましょう。皆さんここまでついてきてますか？きつかったら再生速度調整したり、途中でね、サボりサボりやってみてください。今度はご自身から見て時計回りですね。内側から外側に、自分から見て時計回りに大きく回しましょう。こっちもね、痛みがある場合は、痛みない範囲で OK です。痛みがなければゴリゴリなってもね、大きく回して OK です。で、この次の種目から、ちょっと両手を使って腹筋やります。で、両手使うので、スマホ持ってる方はね、ちょっと床に置くとか、どっか立てかけていただけると良いと思います。次から両手使いますからね。OK。そしたら、スマホ持ってる方は一回床に置くか立てかけておきましょう。で、両手を後頭部で組みます。で、その状態で、いわゆるベーシックな腹筋です。ぐっと腹筋。お腹意識して腹筋。で、この時首の力使っちゃうと首痛くなるので、両手で頭を持ち上げた状態から腹筋。両手で頭を持ち上げた状態から腹筋。首使ったら痛くなりますからね。腹筋。手でしっかり頭を持ち上げたままそこから腹筋。スピード重要じゃないですよ。お腹意識して。で、全然上がんないよって方も、肩甲骨がね、床からちょっと置けば十分です。めちゃめちゃ腹筋効いてます。ラスト一回一緒に頑張りましょう。よーし、OK、頑張った。きつい。そしたら膝曲げたままでいいので、ドローインです。息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませる。これ以上膨らまないってとこまでお腹膨らましたら、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐きながらへこませて、吐いて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 、吐きながらお腹へこませて、吐いて吐いて、お腹硬くなれば OK。 もう一回息吸って限界までお腹膨らませたら、膨らましたらゆっくり口から吐く、吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、お腹触って硬くなってれば OK。 吐いて吐いて吐いて、吐き切る。よし OK。そしたら膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、つま先をね、内外に倒します。休憩ストレッチです。
股関節付け根から動かすイメージ。つま先しっかり内外、スピード全く重要じゃないですからね。この付け根から動かす、ぐっと内外内外、呼吸を止めないようにして、これ休憩ストレッチなんでね、次のデッドバグに向けてちょっと呼吸を整えておきましょう。きつい、頑張って、しっかり内外内外。じゃあ次、みんな大好きデッドバグいきますよ。膝曲げたまま足持ち上げて、両手は真上に上げる。で、右手と左足ぐっと伸ばす、戻す、左手上げて右足伸ばす。対角線上に手と足を伸ばします。腰が反らないようにしっかりお腹に力を入れておいてくださいね。スピード全く重要じゃないですよ。対角線上に手と足を伸ばす。腹筋はちゃんと力を入れておいてください。もしきつかったらね、ゆっくりでもいいし、手と足下げ切るとかなりきついので、これぐらい途中でね、手と足止めても全然 OK。 腰だけ反らないようにお願いします。腰痛い方絶対無理しないでくださいね。オッケー。そしたら膝曲げたままもう一回ドローイン。息吸って限界までお腹膨らませます。限界までお腹を膨らませたら、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐き切って、吐き切って、お腹固くして、吐いて吐いて吐いて、よし、もう一回吸って、限界まで吸って、お腹膨らませて、これ以上膨らまないってところまで膨らましたら、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて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 、吐き切ってお腹へこませて、オッケー。皆さんついてきてますか？そしたらデッドバグ、きついバージョンいきますよ。手は万歳した状態、足は伸ばして、この状態で手と足同時に上げます。頑張れ。腰反らないようにしっかり腹筋意識して、でね、もしきつかったら手と足こうやって高めに上げるとだいぶ楽になります。余裕がある人はこうやって下ろすときつくなるけど、腰が反って腰痛くなったら絶対ダメなんで、腰がね、痛くならない程度腹筋使ってる感覚あれば OK です。腰が反っちゃう方、なるべく手と足高い位置の方が楽になります。頑張って頑張って、腹筋意識して、きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ、あと少し、頑張れあと少し、もうちょっと、よっしゃ、オッケー、よく頑張った。そしたら床に置いてあるスマホ持って右向きに寝ましょう。枕ある方ね、枕入れるといいと思います。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、下の右足曲げておいて、左足を高く上げる。左足を高く上げる。高く上げる。このお尻の横も使うんですが、脇腹も使ってほしいので、しっかり高く上げる。頑張って。脇腹、お尻使ってる感覚ありますか？なるべく高く上げる。きつい。前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻と脇腹です。きつい。ラスト一回一緒に上げましょう。脇腹、お尻意識して上げきる。よっしゃ、オッケー。そしたら下の右足出したままで、左足大きく回してきます。下から上、この方向で回しましょう。まあ、ちなみにね、逆方向でも全然いいです。回しちゃいけないって方向はないんで。僕はね、こう自分から見て、時計回りになるのかな、の方向で回してます。大きく回す。これも痛みある方は痛みない範囲で OK です。普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。きついな。なるべく大きく回す。うわっしょ、 OK。 そしたら次、左手をですね、体の後ろにこんな感じで持ってきます。で、この状態で内外にねじる、ねじる、ねじる、体の後ろでねじる。で、 NG パターンは肩がこうやって上がっちゃうと NG です。しっかり肩はね、下げておくイメージで、体の後ろでねじる。これ背中と二の腕使ってます。なるべくね、一つの動画で全身痩せれるように、足痩せとか二の腕痩せの種目もね、入れるようにしてます。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って逆向きになりますよ。 OK。 スマホ持って逆向きになりましょう。左向きです。で、スマホは顔の前に置いておきましょう。
で、下の左足前に出して、この右足を高く上げる。高く上げる。お尻の横、脇腹使う感覚ありますか？頑張って。ふぅ、頑張って。スピード重要じゃないですよ。なるべく高く上げることで、お尻、脇腹に効かせてます。あ、きつい。頑張れ。ふぅ、上げれ。頑張って頑張って。きつい。ふぅ。きつかったらサボっていいですからね。ラスト1回上げます。ああ、足の記憶頑張った。そしたら、こう、下の左足前に出したまま、この右足をですね、大きく回す。僕は自分から見て反時計回りかな。僕と同じ方向に回すといいと思います。もちろん逆でもね、問題はないです。ただ、こっちの方がね、結構苦手な方多いので、僕は、外回しになるのかな。反時計回りで回してます。スピード重要じゃないですよ。大きく普段動かさない範囲で回すことが目的です。で、下の足をね、こうやって前に出しておくことで、バランスが取れます。こうやって前に出さないとね、こうやって倒れちゃうんですよ、体が。だから、下の足は前に出しておきましょう。オッケー。そしたら、足はこんな感じで曲げて楽な状態で、右手を体の後ろに持ってきて、ここでねじる。ねじる。きついな。体の後ろですよ。背中と二の腕使ってます。なるべくね、体の後ろの方に持っていくことで、肩甲骨周り、背中にも効いてきます。NG パターンはこうやって体がね、後ろに倒れちゃうと NG です。上半身は、ちゃんとね、こう真正面向けたまま、手だけ後ろに持っていきましょう。で、この次の種目からね、追い込みのうつ伏せになりますよ。スマホ持ってうつ伏せになりますからね。ねじる。ねじる。うつ伏せになりますよ。いいですか？よし、OK。うつ伏せになりましょう。スマホ持って、うつ伏せでーす。スマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について、上半身ぐっと反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋ね、たくさん使ったので、しっかり最後伸ばしましょう。結構ね、お腹痩せない方で多いのは、腹筋が硬くてすごい猫背の方。腹筋硬いとね、くびれできないし、腹筋割れないし、お腹痩せないし、いいことないです。腰痛い方はこんな感じで肘ついて、ちょっと顎持ち上げてもいいです。筋力もね、柔軟性も、全身全ての部位において重要です。腹筋が伸びてればそれで OK。腰が痛い方は無理しないで。よし、OK。そしたら、皆さんが本当に大好きなマウンテンクライマー、一緒にやりましょう。こんな感じで四つん這い状態作ったら、足をお腹に近づける。飛ばなくていいですからね。マンションでもできるように飛ばなくていいです。しっかりゆっくりでいいから前ももをお腹に近づける。わざとね、猫背作っておくと、より腹筋に効きます。頑張れる方はこうやって飛んでもいいですけど、まあ、近所迷惑にならないように。頑張れ、頑張れ、ふぅ、頑張って。はぁ、きつい。ふぅ、きつかったらサボりサボりでいいですよ。頑張って。あと10秒。少し。ふぅ、頑張って。しっかり前ももお腹に近づけて。ふぅ、頑張れ、頑張れ。あと少し。あと少し。頑張って。あー、気が頑張った。自分自身に拍手しましょう。もう最後までやったら全然ズボラじゃない。